北斗の剣小説、北斗の剣から呪縛の街から、小説、北斗の剣から呪縛の街は、原哲夫の漫画、北斗の剣を原作とした小説。著者は、ブロンソン。修営者より、ジャンプ J ブックスレーベルで刊行された。原作終了後の剣士郎の活躍を描いた、オリジナルストーリーとなっている。本校では、これを原作とした、OVA 作品、新、 北斗の剣についても合わせて解説する。西暦 200X 年、各戦争により大地は、荒野と化し、放射能で水も汚染され毒水に変わり果てた。天庭の名を語る蛇行、そしてボルゲは倒された。そんな空白の時代に現れた一人の男、サンガは、城塞都市、ラストランドを築き、安全な水の独占により民を支配し、独裁者として君臨していた。 サンガに抵抗する自由の村の村人たちは、伝聞や飛びの情報から安全な井戸を掘り当てたが、それを察知したサンガは自身の配下を差し向けた。サンガの配下の襲撃により、村人たちはことごとく命を落としていく。そこに北斗神拳の伝承者、ケンシロウが現れた。ケンシロウはサンガの配下を芝叩く間に倒したが、ケンシロウと飛びが村を離れたところを、 サンガの新たな資格が襲撃。自由の村は壊滅し、奇跡的な指の力で治療を行っていた村の女医、サーラはさらわれてしまう。サーラを救出すべく、ケンシロウとトビは、サンガの本拠地、ラストランドに向かうと寮内にある、歓喜の塔の広場に集まる民衆の前に、サンガが現れ、続いて、サーラが現れた。サンガは、奇跡と称して、 彼女の自由能力を利用したパフォーマンスを民衆の前で披露すると、今度は、ドーハという少年が現れ、手から水を放出する奇跡を披露した。それを目の当たりにしたとビは驚きを隠せなかった。ドーハこそ彼の生き別れた弟、ビスタだったのだ。OVA に登場したキャラクターは、声優も合わせて記載している。主要キャラクターは、ケンシュロウ以外、すべて一新された。 OVA では本編からの登場人物として、ラオウの維持、リュウとトキも登場するが、ケンシロウの回想シーンでわずかに登場するに止まった。原作では、猿顔で OVA では、美形の顔と容姿が異なる。サンガの治める国。安全な水を、清水と称して独占することで、民を支配している。OVA 第3巻では、サンガと政治の過去を知る、謎の老婆、ユラが、 オリジナルキャラクターとして登場する。その正体は、政治のおばで、サンガの兄弟にあたる人物である。また、この他にも、ローグやマグナムといった悪党が、サンガの配下として登場する。北にそびえる山々を望む、断崖絶壁の地で、旧世紀の遺産として残された、核兵器などが封印されている。この地は、北斗神拳から派生した密剣。 北門の拳の使い手たちが寺を構えて支配している。彼らはクリフランダーと呼ばれ、ここに残された兵器を手に入れようとする者から、兵器の悪用を防ぐべく、近づく者の行く手を阻む。次年、老子は OVA 版オリジナルキャラクターで第2巻に登場。2003年から2004年にかけ、前3巻の OVA シリーズ、新、北斗の剣として映像化。メディアは、 レンタル専用の VHS と DVD が東映ビデオからセル DVD がハピネットピクチャーズよりリリースされた。収録時間は各巻いずれも60分。第1巻冒頭のナレーションは立木文彦が担当。冒頭の核爆発のシーンやバイクやジープといったメカ類などには CG が使用されている。内臓破裂や鮮血が噴き出すといったスプラッタ描写は テレビアニメ版のような透過光やシルエットは用いず、直接的なものとなっている。新、北斗の県に関するカテゴリー、ありがとうございます。